なんかあの石田さん、森谷さんにちょっとお話を聞きたら、あの石田さんとオーストラリアかなんかに試合で行って、でもうノックアウト負けして帰るってなって、で空港かな、空港で酒飲もうって石田さん飲んで、いやあいつらも朝まで飲んだんだよ負けてで、あの飲んでたら石田さんまずいかなと思ったら、いや今日ぐらい飲めっていう言っていただいて、いや思い出に飲むかったで、あの空港の中カウンターがあって、朝6時ぐらいテキーラ来るテキーラあるかって、ケッ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 ケあ の乗るじゃないですか、席ついて、はい、そのままついたら、あの、慣れたすごいですね、覚えてないいや、その時に森谷さんがその、思い出は無茶しなきゃったらできねえぞって、そうそう、いい言葉だなと思って、いや、本当、もう限界までいかないと、あの時はそうだったよなって語れない、確かにさらっとしてるのは思い出残んない、それも忘れちゃいますもんね、だからやっぱアポロチオノイとか飲んだことは俺は忘れてない無茶三昧ですねいや腰がね、抜けたねいや軽井沢で俺ゴルフ一緒やったんで、はい、その前夜祭で結構潰したんですよねあれ、やれなくなっちゃってあいつ、こう回る時に課長、シュートとか言って呼ばれてやったら塩の風景だ、見るちょっとその、絶対覚えてるのないじゃんすごいあの子ね、ドンペリしか飲まないんですよ、ドンペリとかあのワインとかっていうのは俺の友達に、まあ、今井正幸とかいるんだけど あれなんかもう、ワインじゃああれですよ、ワイン僕は毎日2本飲むんですよ、でもなんかいろんな思い出ありますよ、ちなみにそのね、さっきのチャットの話がレイナさんとか今女子の選手ですごい人気あるじゃないですか、うん、シザさんとか見ててどうですか、嬉しいね、あいやだって俺が初めてじゃない、あの女子だけのイベントだった、うん、そうですね、確かに、あの川崎のクラブチッタってところ あれが初めてだった、うん、1998年ぐらい、はい、だから30なんだよ、そんなに、そっか、そうそうですね、そう1998年だもんね、そう、そんなことよ、うん、で、今ね、女子格闘技がそれなりに人気があって、ね、女子格闘技ですよこれで俺がね、最近思った、はい、女子はボディが弱いな、はあ、ボディ打ちができるやつは絶対強くなる、はあ、倒せる、うん、だから例の打てるでしょ、あいつの左、はあ、あいつの、ね、左はね、天才的にうまい、左でボディ打てるやつってなかなかいない、うん、まあうちではアンディ・サワー、はい、あ、まあ、はもうこれ腹で聞いちゃうから、だからマサトの選手の引退試合ってね、あの、うん、でしたもんね、まあ、マサトね、あれだったよね、なんか最初勝てなかった、うん、最後の最後にね、うん、だからね、あのボディっていうのは逆で言えば、鍛えれば鍛えれるんですよ、うん、やらないやつはやっぱボディがやっぱ一番で、ね、顔こうやって殴ると顔は動くけど腹は動かないから、なるほど、だからそこがうまく打てるような選手をがこれが出てくると絶対立ち技が強くなる、僕あのレイナ選手が踏みつけやったりするんですけど、うん、あの場面すごい、まあ個人的にすごい好きで
通やらないじゃないですか。いやあれはね、あのあれいつも兄弟喧嘩していつもあれにいじめられたらしい。それで覚えた。そう。だから組めるんですよ。なるほど。すごい喧嘩らしいよ。あの兄弟。そんな。すごそうですね確かに。すごいらしい。いつもいじめられる。だからよっぽど切るでやるんだね。はあ。あれの時もあったね、山本なんだっけ。あ、ミュウ。ミュウ。ミュウさんね。やってましたね。んだよね。あれから行っちゃったんだよ、あいつ。ああ。やっぱり、あの、躊躇するよね。うん。俺たちみたいなのは躊躇しないけど。いや、ほんと。もう、あの、キックの時代はそうじゃなかったかもしれないけど、喧嘩の時は、こうやって。いや、もう、見ましたよ。見ました。すいません。どうも、すいません。謝って済むと思うなよ。って、やつは。あれ、うわ。え、それは、その、高校生の時とか。高校生。すっごい。お前なんか死ねえとかって、あの、ほんとに。あ、死んでましたよ、ね、いや、その時はこっちは来てないの分かってやってるけど、うん、向こうから来るやつは分かんないやつだから、だからあいつ3人ぐらい殺したんじゃないかだから、アギラ兄さんが、うん、あの村田さんですかっていう話になるんですよ。いや、ほんと。いや、だからよく知らないでよかったなってそうですね、ここにいないかもしれないですよ。やっぱ俺ねすっごい助けてもらってるんですよ、いつも。その時もね、はいはい、俺ずっと助かってるんですよ。これはやばい。あのこの間あの誰だっけ、あのライジンにあの哀れん坊でいるじゃないですか、なんかあの不良だったやつが、朝倉兄弟ね、兄弟、あの子が聞いたら言われて、人から聞いたんだけど、あの入れ墨を入れようと思ってした時に、あの急にその少年院にね入っちゃった。家でも入れなくてよかった。それはね、俺も同じような思い出があって、はい、そういうんじゃないんだよ、はい、俺はなろうと思って、あら高校の時、うん、高校生で入れ墨入れたらかっこいいだろうなほんで背中に上り竜と下り竜をピシッと入れちゃう思って聞いたんですよ。はい、入れ墨ってどうだろう。若、痛いです。本当に痛いか。いやー、我慢できんちゃうかみたいな。うん、俺やめた。それで。そう。よかったです。それで学生服に、はい、あの上り竜とかを裏に入れて。ああ。あ、それだったらまだ全然ね。いやでも今考えれば入れ墨入れなくてよかったな、うん、今こうやってこといろんなこと言えるし。そうですね。俺入れ墨書いたらダメだって言ったの、うん、出すの、うん、で今ってもし俺が言うと言えないよ、ね、でもあれですね、石田さん、そのいろんななんか経験されてるから、その選手はこう礼儀正しくなきゃいけないみたいなのを逆に言える、ね、うん、ちゃんとしなきゃいけないんですよ。大事、子供たちが見てんだから、うん、あんなの真似しちゃったらダメなんですよ、うん、これからのやっぱりね、時代は今あのまあ今の政治のこと言って悪いですけど、政治にしても何にしても、ね、年寄りばっかりよね、選挙目当てにこうやるじゃないですか、うんうん、これからの時代を作るのは若者なんですよ、うん、そうでしょ、はい、若い人たちをどうにかしていい方に育てるように、うん、やっぱり政治はシフトしていかないと。なるほど。絶対、まず税金もね、はい、払ってくれるわけでしょ、今度、はい、良くなってくれれば、はい、で彼たちがいろんな成功してくれれば、世界からいろんな人をいろんなものね、ノウハウを入れるわけでしょ、はい、だから多かない若い人は本当に今育てないとダメですよ。だから僕はこういう格闘技を続けてね、はい、あのまっとうにしていきたい。
それはやっぱり 俺がやっぱりいろんな体験してきて、これは間違いだったなと思ってるから言うことで、はいはいはい、だからね、だからあ、俺ずっと助けてもらってるでしょ、はい、さっき言おうとしたのは、はい、助けてもらってるのは、はいはい、こういうことをしなさいよって言って俺は生かしていただいてるんだな。なるほど。だからあんまりあの過去のことあんまり喋りたくないちょっとだけね、今日はお話ちょっとすごいな、もういや今だからお話聞ける、多分あのね、志田さんがもう かかった頃だ、会わないは良かったですいやもうお前何しに来たんねんって言っていや若いってあれね、一番やんちゃの時もう会わなくてよかったね、はい、多分線路にあのこうやって多分あのあなたの髪の毛から言うと思う内容がお前何やその色がすいません舐めとんのかって申し訳ございません、そっから言うと思うすいませんレイナさんがこの間引退ぬんで言われたんですけど、うん、まあ彼女としては30ぐらいまではやりたいんじゃないかなと思う、俺はよく考える。一応この間はあと 2,3 試合、3試合ぐらいっていう言い方で、多分やると思うんですよ。多分ミネオもまだ燃え尽きてない、うん、そうですね、まだもうちょっと見たいです。この間の試合はね、ちょっとつまんなかったね。ああ。キレが悪かった。なるほど。あんなもっともっといけてたんだよね、うん、もうボディが怖くて、あの選手もう息上がっちゃったの。はいはい。じゃあ3の方で9っていうのもいけない。それはやっぱりあのこういう真剣勝負やってるやつっていうのは試合のあれがね開くとやっぱりその怖くていけないんですよ。試合感がちょっとこうそうずれちゃうんです。俺は左から当たってるのが左から入っていってなんかすればそれを切り口にやっていけばいいんですよ。はあ。で左当てて今度また帰ってきてボディを打ってね。腹いったらもうあの早く終わってますよ。でもなんか相手その富松選手はそのレイナ選手の殺傷能力を考えると、うん、あの死ななくてよかったっていうふうに試合後言ってました。死ななくて、あ、別にあの殺されなくてよかったっていうふうに相手の選手は言ってましただから行かなかった、行けなかったのかな、まあ、負け負けでいいじゃないですか、うん、プロなんだから、うん、勝つか負けるぐらいしかないんだ。やらせばいいんですよ。だから俺は延長って作ったんですよ。はいはい、はい、そう確かに、うん、もうわかどっちかわかんないなみたいな、やばい延長やらせばわかるよね、うん、どっちが勝ったかわかる、勝つまでやれよっていう、そう確かに、お客さんもわかるよ、はい、でまたいやもう一個行くのかみたいな、はい、そのまま楽しみですよね。そうなる。だから延長って僕が作ったんですよ、うん。1位で、ね、中東ボクシングやったとき、初めて作ったとき、はい、10分1ラウンドやったんですよ、はい、俺、10分1ラウンドやって、あと延長5分、はい、7回やりましたからね、45ぐったりあれやるとダメ、後楽園で、もう出入り禁止になっちゃういや疲れたね、あれ。で相手のやつはそれでもうだいぶへばるやんすか、はいはい、それで秋田和の新宿行って大喧嘩したバカじゃないすげえバカだよバカだから昔のやつってのバカなやついますよね、うん、なるほどですね。これだよこれ、煙突橋のプペルが、うん、まあ、今映画公開されてる、うん、根山さんと今日はそれを語りたかったんですけど、面白いんだよ。なんすか、うん、これね、うん、あの昨日の夜暇だったわけよ、はい、今日の朝も暇だったのよ。およし見に行こうと、はい、映画というのはお互いが2人同時に見てないと語る意味はないわけですよ共通体験がないことには、はい、こっちは見てなくてこっちは見てたら意味ないわけ、はいはい、それで絶対見に行こうと思ったんだけど
寸前のところで俺の中に、うん、見に行くなんて嘘っぽかった。なんでどういう